だから、えー、と何でもかんでも別にあの生み出せちゃうんですよこうこう怖さがない分しくる可能性も高いんだけど自分がやりたいって思ったものに歌を歌うダンスを踊る、えー、シンデレラプロジェクトをする、えー、h t を始めるとかいろいろ、ね、服を作ったり化粧品を作ったりやるそれはもうその確実に想像のクリエーションのなんだろうもうしみたいな。 一個のサイクル、や、やってることは全然別なんだけど、一個のサイクルみたいなのがもう自分の中であって、魚の釣り方は分かっていると。だから、え借金をするっていう行為は投資ですね。私の場合はもう。で、これを、うんと、怖いから逃げて逃げて、うんと、やっぱ新しいこととか自分で何かを始めたりとか、一歩踏み出す行為、アクションってめちゃくちゃ怖いじゃないですか。エゴキンマンが来るし。で、それを逃げて逃げて逃げて、 金を使うことで、なんかこう、自分の気分が上がるからって、そっちに逃げていく行為は、私はこれは浪費だと思っているんで、あの、そっちの借金は私も怖いから、用しません。でも今やっている行為は、私の中では、投資です、全部、投資。だから、借金は投資っていう言葉も、そのフェーズによって違うと思う。いるフェーズによって、それが当てはまる段階の人もいれば、えっと、そうじゃない人もいるから、 ね自分から逃げて逃げて、やりたいこともあるけど怖いからやらないって言って、で、人のもん買ったりとか、ときめきのものを買って買って買ってって、どん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 お金がなくなって、借金がどんどん増えてって、それでもなお、自分の怖さに向き合って何かを始めないっていう行為はただの浪費ですね。逃げですからね。見極めが難しいってあるんだけど、難しくないよね。んどう人同時うん。 なんかもうもはや今全部投資な気がするいやいやうち,うちらはもう全部投資になっちゃうじゃん、うん、だって何でもかんでももう何自分で作っちゃえとかさ自分でこれ作って売っちゃおうとかっていうもう発想じゃん,うん、うん、っていうことはさ本当生きることがもうイコールビジネスみたいなもんじゃんそうだね、うん、生きてることがビジネスにな,なっちゃうわけよだってこそのホテルに泊まること何かおいしいもの食べに行くこともうアイディアが湧いてそれは形にしようってなって で、商品リリースみたいな感じになるじゃん。全部だっていい気分になるからね。そうだ、そうだの。でも、その、これが、その、魚の釣り方を知ってる人が。あこれが魚の釣り方なんだ。そうそうそう。いい気分にして、パカッとご機嫌になって、アイデアが降ってきて。で、それを形にするんです売って、そう。イェーイみたいな。そう。でも、それを、でも、じゃあ、ここまでにすぐに来たわけじゃないじゃん、うちらも。うんうん。じゃあ、ワークショップやる、やりたいけど、やるってなった時にさ、 500ショップやることも最初めっちゃ怖かったじゃんそうだねそうだねうんだって人が来なかったらどうしようとか、うん、一人であの来なかったわ自分のしゃべりがお,お客さんに伝わるのかなとかさいろいろあったじゃんでもさそういう葛藤を乗り越えてその進んできたじゃんいろいろとそっちもやってその投資も始めたわけじゃんうんでも こっちって正直さ、怖いじゃん。めちゃくちゃ怖いじゃん。うんね、自分でブログを例えば書くこと、ライブ配信をすること、商品を生み出すこととかって結構めちゃくちゃ怖い行為で、なんかできれば逃げたい。確かに。せっかくなんかさ、うん、儲かったお金全部突っ込んだりよくしてたもんね。そうでしょうん、で、こ、こっちって怖すぎるから、なんかあんまりやりたくないよ。でも、それに比べたら、 なんか自分のワクワクにお金を使うとかっていう方のが怖いんだけどトライしやすいんだよね。うん、逃げやすいんだよ、逃げやすい。で、こっちばっかりやるわけよ。うん。で、本ちゃんのなんかもっと見なきゃいけないものに蓋して、その浪費ばっかりに走って借金が増えていくっていうのは、これはもう完全浪費ですね。よくなんかお金なくなっちゃったみたいな人ってそういうことかそうそう。だからこれ、この今の理論を形にするんだったら、二つの両輪ができるはずなんだよね。うん。 自分の怖さって自分で何かをこう形にしていくそれを商品を売ることだけじゃなくなんかこうえっ、ー、とい,いろいろな自分の本当に表現ですよねそ,のそれもまた SNS をやらなきゃいけないとかそういうことでもなく何かあるわけですよねでそのもう一個の柱っていうのがあれ投資に入るもものだど,どっちも 走らせていくとそういうことです自分に金かけないくせにセミナーとかの金はかけるって書いてあるんだけどそういうことそういうことそういうのには怖さがあんま出ない人多いんだよねみんなってまあ学校みたいなもんだもん、うん、勉強にお金かけてもいいだろうってオッケー出やすいそうそう許可しやすいよね自分のおしゃれとかは手き、うん、やりにくいみたいな、うん、でその人がおしゃれに勇気を持ってお金をかけておしゃれをした結果なんかリボーンしてそれを配信とかで喋って ファンがついて、人生変わりました。今、自分にはピアス売ってますとか。そう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 。それでビジネスになってくる。そう。してあなたにぴったりのピアスを、この、なんか、リボンした、なんとかが、当てがっちゃうぜ、ベイベーみたいな。そう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 。カモン。そう。カモヨーヨーそういうストーリー超浮かぶ。ティールーム来い。みたいな。<laughs> 3人でお話変えで、ピアスも当てがっちゃうちょン、みたいな。そんな感じ次 <laughs> ティアラ当てがっちゃうちょン、みたいな。<laughs> うん そういういことでそれをやってったらその人自身がブランドみたいになるわけ存在が、うん、そうすると、うんえっと、その人の例えばあ「今度バッグ作ります」って言ったらバッグ欲しいですってなったりとか、うんえっと、その人が、えっと、不動産で何か物件買ったからって紹介されたらその人の信用で物件を買う最初やり始めたのはただの服を買ってピアスをどうですかって言っただけのことが最終的に不動産物件になんかなったりするわけようん その人の存在そのものがこう,もう生き方生きることがビジネスになってる感じですね何かの役に立ちそうなことにはお金かけるってことかってあるんですけどえっ、ー、とね役に立つかどうかは分からないですね例えば愛ンが買った太鼓の達人なんで何の役にも立たないけどこの人は100万円で太鼓の達人を買っています <laughs> でもあれはもう完全な自分が叩いてて気分がいいも、ね、うん、楽しい、うん、そしてうちの子供も喜んでおります、うん で、そうすると、アイディアが湧くわけですよね。だから、一見、それが役に立つことじゃないことはすごい多い。自分ビジネスってさ、楽しいよね。いや、楽しいよめちゃくちゃ楽しいよめちゃくちゃ楽しいよもう、すごい楽しい、本当に。めちゃくちゃ楽しいよ。楽しい上にさ、自由よな。うん、そうなんだよ。スーパー自由でさ。いや、本当に最高なんだよね。ちょ本当 最高なんだよねいやまだ人数が少ないからさ本当に自由でやってる人が、うん、あとさなんかこの私の考えなんですけど自分でやってるとさ何あの月収とか月賞とかにこだわらない方がいいって思わないこの自分で何かをや,やる そうだ、ね、波あるからね。マジで波があるんだよね。めっちゃボッカーンって儲かる月のなんか今日、今月はそんなに。もう全然、なんかもう、計算しない方が絶対にいいと思ってて、ここに関しては。最近もう会社のお金いくらあるか本当にわかんないもん。そうでしょ。たまーにガンちゃんに聞いて、へーっていう。<laughs> それね、だからあの、何人が言いたいかっていうと、 え自然界もそうじゃないって私は本当にいつも思うんですよ。自然界ってさ、動物たちもさ、自然環境によってさ、全然狩りができる時とできない時とあったりとかさ、あと、何す、すごい嵐とかが来たらさ、その、動物捕まえれなかったりする時もあるでしょなんか、すごい波がない自然界って。自然界で自分がチーターだったら、 え、もうなんか、つ、次の月の獲物の肉までとか絶対考えないじゃん。<laughs> と、とりあえず今日の栄養素が必要だから狩りをするとかさ。で、不必要な分まで殺さないでしょうあの人たちは。自分が、えっと、今食す分だけを食べるじゃないですか。お金が鮮魚だったらまさに本当そうです。え、そうでしょうん。 魚だって来月いくい、どのくらい釣れるかなんて、え、わからんくないだからチーターだったら計算できんくねって。え、3ヶ月後のなんか肉の収支とか、チーター考えてんのっていうさ、考えてないじゃん。確かに。肉、肉の収支ってめっちゃや、<laughs> 自分が生き残るために3ヶ月後の貯蔵とか。確かに自然界にスーパーがあったら肉はお金かかるよね。 そうだ。ちーんはね <laughs> お金を気にするっていうのは肉の収支ってことだもんそうだよね金はねあれだねさっちゃんがさ、うん、あの月の器をね最初買った時に、うん、3600万だったね、うん、確か、うん、でまだ支払いが足りないって言ってる時に別府に遊びに来て、うん、で口座に10万しかないっつった買った時には内金を払えるお金があったから払ったけど その、払わなきゃいけない月に、持っていないのであれば、それはもうなんか、狩りができなかった。要は、食べれなかったってことだから、俺は私がもう持つべきじゃない。で、その時に、払った内金の600万は、損することには物質的にはなるけど、でもそれは自分の感覚で、その時買うって決めた、なんかこう、それこそ自分に払ったお金みたいなものだから、ハッピーちゃんこんな風に教えてもらわずに、なぜ勧められたのこれはね、だから今この瞬間の生き方をしたら、 ビジネスのマーケッターとかなんかこう積み重ねられたそういう英知みたいなものが自分の中から湧き上がってきたんですよ。自分の中から英知が湧き上がるそう。で、しかもそれはなんかセオリーに当てはめられた既存のものじゃ全くないから自分に合ったものが出てくるんですよね。 やり方がでこれを自分の中から引き出すためには本当に今この瞬間の,そのチーターですよねもう野生の本能みたいなそのもうプロが何年もかけてなんかこう努力と根性でなんかこう培ってきたなんかこう知識みたいなのあるじゃんなんか何も知らないけどなんか勝手にやっちゃったりとかするいやこれが本当に自然だと思うんだけどな私的には。 でそうこのやり方をして言ったじゃん結末がえ世界的な3500万フォロワーの人と同じような結果を出してるってことはえもうそれが答えじゃないと思うんだけど合ってない <laughs> ちゃんとだって数字でもきちんと現実世界に現象として出てるわけだからさ結果出てるもんね信じるしかないいやほ本当にね今この瞬間って本当にすごいよ「地球の概念ぶっ飛ばす」って所長の言葉が好き <laughs> そう 地球の概念ぶっ飛ばせますよ